まずは伊藤園さんとは同じパシフィックリーグで8年間コーテキスとして対戦されました。そして伊藤さんが2013年から千葉ロッテの監督になられてからはロッテの先輩後輩という関係ともなられました。本日おいでいただきましたのは通算215勝を挙げられました元ロッテの盛り投法でおなじみエース村田兆治さんにおいでいただきました。村田さんよろしくお願いいたします。村田さんも2005年に殿堂入りをされております。改めまして村田兆治です。こんにちは。まずこの殿堂に関しての私後輩になりまして星野千さん、そして平松さん、上総理修斗、そしてどんなバッターでも強いバッターでも闘争心を持ってプロとしてやっぱり不安を魅了して星野千さんは私自身も、ロッテで相手に立ち向かっていくっていうやっぱり弱音を吐かないっていう意味ではこの伝道に関して本当に改めて努力を積み重ねて諦めないっていうことは先輩たちがこの野球伝道に入った経緯があるっていうことをすごく重みに感じてこの席に私自身も出て大変本当心から感激いたしております。そして後輩になります。後輩っても同じ野球界勝ってはライバルで西武ライオンズで1年間っていうやっぱり契約からやっぱりいろんな勉強多岐にわたってやっぱりキャッチャーとして4人目のやはり殿堂っていうのは歴史が70プロ野球の中に本当に数少ない中にこれだけ分析力判断力そして決断力をして何度もベストナインそしてダイヤモンドグラブ賞っていうそういうところから取れた人を監督現在私も後輩として戦ってきましたけど本当はバッテリーを組みたかった。まあそんなことを言ってもお互い将来を担っていくやっぱりこの取り組む姿勢はやはり本日やっぱり彼がやっぱり西武で監督要請を受けてまた NHK っていう放送でも一緒になりましたし本当に一筋に諦めない真面目にやる姿勢がロッテの監督としてロッテは正直言った戦力はいませんね、いない中にどう知恵を出していくかっていうところが彼のまた本当の分析魅力があるし私はこの席に関してね本当にやはりもう OB となりましたしますます成長して名監督一つお願いがあるとすれば人生には引退はないしでやっぱり私もロッテ先輩としてこの戦力はなくてもロッテがまた優勝して日本一になるように彼の責務だと思って激励しております。本当におめでとうございます。以上です。村田さんありがとうございました。お祝いの言葉、そして伊藤さんに対するまたこれからの激励も込めてのご挨拶でございました。ありがとうございます。